大学の研究室っていうのはどんな風かなっていうね、イメージが湧きにくいと思いますので、ちょっと説明したいと思います。えーまあ、私がいるところは大きく3つの部屋があって、1つは細胞を培養するための特別なインキュベーターという装置がある部屋で、それはそのステライルな、その無菌的な環境で生物は細胞を扱う必要があるので、 まあちょっと離れたところに隔離された綺麗な環境のところで、より綺麗な環境のところで実験をしています。で、2番目に、まあ、タンパク質を扱う部屋ということで、まあ、そこもそこであの綺麗にしなければいけないんですけれども、いろいろな別な装置が揃っていて、えー、生体を構成するタンパク質をいろいろ分析したり、まあ、電気エ動という手法でそれを可視化したり、まあ、そういう実験を行っています。 それから3番目に、分子生物学的な遺伝子を扱うようなあのラボというのがありまして、そこはその遺伝子を解析するための装置がいろいろ並んでいて、配列を決めたり、それからその遺伝子がどのくらい増えているかということを定量的に測定するための機械があったり、えーまあ、あるいはその遺伝子を持った、まあ、菌類を増やすための装置があったりという、まあ、そういういろいろな種類の機械が 並んでいます。とても面白いのは、例えば、溶液を混ぜるための、あの、マグネティックスターラーというのがあって、水溶液の中に磁石があって、それを奥台のところがくるくる回ると、えー、溶液の中に入ったマグネットがくるくる回って、溶液が全体が格安する。まあ、それは、子ども子供たちが研究室に来た時もとても喜んで見ていました。そういう楽しいこともあるのが研究室です。